ビラレアルは、ポルトガル、ビラレアル県の都市。30の強区を持つ基礎自治体でもある。コルゴ川とカブリル川の合流地点を見下ろす高台の上にある。ビラレアルは、マラン山地とアルバン山地に囲まれているため、気候は両極端である。冬は長く寒く、気温が摂氏0度以下になることがある。冬に少なくとも一度は、降雪が見られる。夏は、 非常に暑い。このような気候のため、冬が9ヶ月あり、地獄が3ヶ月ある。とも言われている。旧石器時代より人の定住があった。ローマ時代には定住地に礼拝堂があったことがわかっているが、ローマ衰退後の蛮族の侵入、ムーア人の半島征服で人口は激減した。1096年、ポルトゥカーデハクエンリケは、 この地域への最重を促進するためコンスタンティンでパノイアスに検証を授けた。アフォンソ3世が新たな検証を授けた際には、ビラレアルでパノイアスが建設されていたとみなされているが、正式な発祥は、ディニス1世が検証を授けた1289年となっている。ビラレアルは、ポルトブラガンサ間シャーベスビゼウ間の交通路上の公的地であった。19世紀には、 町の地位を獲得し、20世紀には、県都となった。1922年には、市教座が開設され、1925年には都市に昇格した。1986年、トラスイコールオスイコールモンケスエアルト道路大学が開校した。ありがとうございます。